木曜日はえりすぐりです。よろしくお願いします。今回えりすぐったのはこちらでございます。新店と新商品秋のパン祭り、はい、石川県パン屋さんが大変多い、皆さんパン大好きなんですよ、はい、今回夏にオープンした新しいお店、話題の新商品ご紹介いたします。では行きましょう。石川のパンをえりすぐり。まずやってきたのは円光寺に7月にオープンしたお店、ブレーメンです。あ、パンがこうケーキみたいに並んでますね。美味しそう。こちらのパン屋さんはどんなパンが特徴なんですか？はい、当店はドイツのパンとお菓子の専門店でございます。ドイツ系、はい、ドイツのパンってどんなパンなんですか？ドイツのパンはライ麦や小麦を配合しているパンですとか、うん、あとは小麦の全粒粉でお作りしているパンが主に食べられております。ドイツ北部の都市から店名をつけたブレーメン。その名の通り、店内にはドイツスタイルのパンが数多く並びます。上にいろんなナッツが乗ってたりとかいろいろありますけど、はい、ここにあるこのフォルコーンブレーメンですよね。そうですね。フォルコーンって何ですか？これフォルコーンはこちら小麦の全粒粉でお作りしてるパンでして、うん、中もそれぞれとってオリジナルで具材を巻き込んで焼き上げております。面白い。おすすめはどれでしょう？おすすめ、今の時期でしたらやっぱりこちらのイチジクが、はい、女性にも大変人気のお味となっております。今が旬のイチジク、いいですよね、うん、そんなフォルコーン、今回は特別に店内でいただきましたよ。へえ、四角いパン、小麦の全粒粉っていうことでふわふわです。うわ、イチジクふんだ、ほら、こんな本作入って、一緒に入ってるくるみですね。あ、そうですね。といただきます、こちらを。噛めば噛むほどの旨味とはまさに、うん、ね。ありがとうございます。お、イチジクのつぶつぶ感、これ女性大好きですし、はい、その食感も、はい、いいので、あと全粒粉だからなんか香ばしさが増すというか。そうですね、はい、小麦の全粒粉のパンは食物繊維やミネラルも豊富でして、はい、女性の方にもとても人気がございます。季節ごとに新作も出る予定のフォルコーンブレーメン、要チェックですよ。パンに続いてはドイツのお菓子もご紹介します。お祭りの時などに食べられる伝統的な揚げ菓子ベルリーナや、かわいい、ブレーメン一押しのお菓子がこちらアイアシェッケです。この商品ですけど、なんか層にもなっていて、どんな商品なんですか？こちらはドイツの東部ドレスデン地方で食べられている伝統的なドイツのチーズケーキでございます。チーズケーキなんですか？はい、下からサブレ生地から上はそぼろ状のクッキーまで4層仕立てて、これ4層なんですね、はい、じゃあ早速いただきます。よいしょ、しっかりめ、なんか重ためだですね、こちらは。そうですね、いただきます。うん、クリームチーズがすごい爽やか、はい、このチーズケーキって皆さん食べたら、あ、チーズケーキですねと思うんですけど、これだとちょっとさっぱりした酸味のあるクリームチーズの部分、はい、来た後にこのバターのカスタードのこの甘い部分が後から来たりとかして、うん、はい、なので甘い、重たすぎず食べやすいお味になってるかと思います、うん、本当だ、なんかこの組み合わせがすごくいい。アイアシェッケは1本サイズの他にハーフサイズも販売しています。気になった方ぜひ一度お試しください。こちらのアイシェッケは北陸では当店でしか食べられない珍しいチーズケーキとなっております。10月末にもお惣菜系の新商品ですとか、冬に向けてイベントも開催予定ですので、またインスタグラムなどでもチェックしていただけたらと思います。ありがとうございます。わー、楽しみ。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてのお店も7月にオープンした新店です。久保にあるベーカリー春です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワンフロアの建物にこうオーブンとこう売り場が一緒になってるんですね。あ、はい、そうです。作っている作業も楽しんでいただきたいなと思って丸見えにさせていただきました。丸見えにさせていただいたわけなんですね。なるほど。そう話すのはお店のご主人の新谷さんです。
学生時代にあることがきっかけでパン作りの道を志したそうです。あること、最初はパン教室を通い始めてからになるんですけども、その時に初めてパンが膨らむ姿を見てすごく感動しまして、その思いでずっとパン作りの方をやっています。それ以来全国各地での修行を経て自分のお店をオープン。そんな修行時代のあるものを見せてもらいました。いやー、なんだろう、あららら、マルヒのノートが、マルヒのノート、入っていいですか。いろんなパンのデザインと、これどのぐらいの年月のものが入ってるんですか。これはそれは10年間書き綴ったノートになります。10年間同じこのノート持ってらっしゃる。じゃあそんな青谷さんのちょっとおすすめのパンをぜひ食べたいんですけども、おすすめの一つがこのプルンスビアというパンになります。プルンスビア、なんか宝石みたいな名前ですけど、デンマークの菓子パンになりまして、うん、僕がパン教室で初めて習った海外のパンになります。あ、持った感じ結構軽い、軽い感じ。はい、ちょっとじゃあいただきますね。真ん中のブルーベリーの酸味が程よくって、下にうっすらとクリームみたいな、あとサワークリームが塗ってあります。だからそれがちょっとチーズ系だからまろやかにしてくれるんですね。そうですね、はい。こちらのお店のこだわりがあるんですよね。あ、はい、あのお店で自家製の天然酵母を全ての生地に使っております。イースト菌という人工の酵母を使って膨らませるのが一般的なパン作り。ベーカリー春では自家製の天然酵母を使っているんです。どこにあるんでしょう、天然酵母。天然酵母、あちらに。あ、これラムレーズンかなんかですか。これはレーズン、レーズンになります。水とレーズンだけで作る天然酵母です。他にも小麦粉、小麦を使った天然酵母の2種類をパンによって使い分けているんですよ。あの2種類の天然酵母ってなんかここにあるパンだったらどうやって使い分けてるんですか。レーズンの酵母は主にこういった甘い菓子パンに使ってます。で、小麦粉の酵母はカンパーニュみたいなハード系のパンに主に使ってます。そんな小麦粉の天然酵母を使ったカンパーニュもいただきました。ありがとうございます。あ、じゃあすいません。はい。もうここの中の見て、このもっちり具合、ふわふわのもっちり具合わかります？ほら。すごい。弾力感がありますよね。じゃあいただきます。風味豊か。わ、見た目がふわふわなんですけど、食べた時の水分量がすごい高い。ミネラルの高い小麦粉を主に7種類使ってまして、酸味や旨味、あの苦味っていうのは出てきます。だからパン好きの例えばお料理パンとかソースつけて食べたい時とかクリーム系のソースとかね、はい、こうぴったり合うパンになってる。すごい美味しい。その幼い頃からパン屋さんになりたいなと思ってきたという、今後にも多分夢があると思うんですが、どんな風にしていきたいですか。はい、小学校1年生からの地元の友人がいまして、彼が今燻製の勉強をしてます。で、いつか彼が作った燻製を使ったパンを作っていきたいと思ってます。うわー、楽しみですね。何の燻製でしょう。最後に、ね、石川県の皆さんに一言お願いします。まだできたばかりのパン屋ですが、これからも頑張っていくのでよろしくお願いします。応援したい。応援したくなります。応援したくなりますね。皆さんぜひ食べてみてください。コマーシャルの後はコッペパンを使った新商品ご紹介します。今回のえりすぐりはパン特集です。続いては金沢市元町にあるコッペ亭です。その名の通り、お店に入るとずらりと並ぶのがコッペパン。こちらはコッペサンドというボリューム満点の商品なんですよ。商品の特徴聞いてみました。はい、コッペパンは専用の小麦粉を使用して作っています。さらに北海道産の生乳 100% の良質なバターを加えて、非常に柔らかくさっぱりとしたパンは何にでも合いますよ。そんなコッペサンドはランチにぴったりのお惣菜パンから、甘いスイーツのパンまでと幅広い商品を取り揃えています。その数なんと40種類以上。驚きですね。すごい、いっぱい。
さらにパンに挟むお惣菜はほとんどが店内で手作りしているんですよ。嬉しい。さあ今回はコッペ亭人気のランキング新商品、スタジオに持ってまいりました。やったー、ランキング。さあスタジオにコッペ亭のコッペサンドお持ちいたしました。40種類以上ある商品のね、ま、中から選んできました、はい、お惣菜部門とスイーツ部門のベスト3を行っていきます、はい、まずお惣菜部門いきましょう、うん、第3位がですね、みんな大好き、組み合わせの卵&ツナ。そして2位がボリューム満点のチャーシュー煮卵。なんかちょっとついてますよね。すごい。さあここからのお惣菜1位、はい、アキセイ君何だと思いますか。惣菜ですよね。ちょっと広すぎません？広、あのヒントはサクサク揚げ物系です。サクサクカツ。あー近いんだけど、これです。いきましょう、じゃん。はい、あコロッケなんですよ。コロッケ嬉しい。第1位は極うまじゃがいもコロッケです。この極うまじゃがいもコロッケ、オープン当初から不動の1位を獲得しておりまして、うん、コッペ亭ではこのパンに挟むコロッケも店内で手作りしているんです。このコロッケこだわりありますよ。パン粉はコッペパンと同じ材料を使用しているので相性抜群ですよ。相性抜群。召し上がってもらいましょう。学生くんどうぞ、はい、すごいボリュームが本当にすごいですね。いただきます。うん、あもう溢れ出していきます、中の具が。ねえ、おいしい。まん丸に作ってあるこのコロッケなんですよ、うん、あのこのコロッケ衣見て、薄い、じゃがいもの皮ぐらい薄い。すごい。サクサクの食感とボリューム感を実現しているんです。このコロッケが2個まん丸とね入ってるわけですから、食べ応えも満点ですね。満点。これ本当に、てかパン柔らか。そう、さっぱりとしたパンに作ってあります。さあでは続いてスイーツ部門いきましょう。吉田ちゃんにね当ててもらいますけれども、まず第3位が、はい、粒あんホイップです。あんとホイップの組み合わせ鉄板ですよね。で2位が焼きプリンなんですって、うん、さあここからいきましょう。1位は一体何なのか。ヒントはそのままチョコ丸丸丸。あ、チョコバナナ。お、すごい。こちら正解です。はい、正解はこちらですね。そのままチョコバナナ、うん、バナナを丸ごと1本使っているんですね。でカスタードとホイップを、チョコホイップを添えて完成されている商品なんです。まあ、1本は丸ごと入ってますし、なんかちょっとおやつパンにしたいですね。合わせて食べるとまるでパフェのような味わいですよ。パフェのような味わい、味わっていただきましょう。すごい、本当に1本丸々入ってますよ。いただきます。うん、うん、大きく見えるね、ゆうちゃん食べると ね、たまより大きいんじゃない。うん、うん、やっぱチョコとバナナって本当に合いますね。私も大好きですね。うん、本当にパフェ食べてるみたいな味です。そう、もう本当なんかちょっと疲れた体を癒してくれる、うん、あの1位です。そのままチョコバナナ。ここまではですね、定番商品を中心にご紹介しましたが、コッペ亭では新商品も毎月発売しています。ちょっと今並んでます、こちらですね。10月に発売した商品なんですが、ヤンニョムチキンとかもちょっと私これツボだなと思って。あとはおむそばパンね、もうご飯ですね、うん、で、焼きリンゴなど個性的なものがあるんですけども、注目がですね、正面にありますさつまいもコッペでございます。平井ちゃんに召し上がってもらいましょうか。はい、ありがとうございます。もうハロウィーンみたいな可愛い色ですよね、うん、いただきます。うん、うん、うん、あ、程よい甘さ、美味しいです、うん、なんかさつまいものペーストが入っていて、見た目もお芋みたいですよね。本当、優しい甘みがいいなって思いますし、この滑らかさと、あとパンのふわっと感と合いますね、うん、ね、まあ、今の時期だからこそ美味しいっていう商品もあるかと思います。皆さんもぜひ食べてみてください。このさつまいもコッペは今回取材しました元町店をはじめ県内各店で明日22日から販売開始です、うん、気になった方ぜひホームページなどチェックしてみてください。40種類もありますから選ぶのに迷っちゃいそうですが、皆さんのお好きなコッペパン見つかると思いますよ、うん、さあ今回ご紹介しましたえりすぐりのパン屋さん、ちょっとパンの味ってこう噛めば噛むほどね、うまみが出てきたりとかしますし、ちょっと秋を感じるんじゃないかなと思います。ぜひ召し上がってください。以上えりすぐりでした。